日本サッカー協会、JFA は7月3日、パリゴリンに出場する U から23日本代表メンバー18人を発表した。注目されていたオーバーエイジ枠は使われなかったが、これまでチームの中核を担っていた MF 松木癖の落選も大きな衝撃を与えた。記者会見で松木について問われた大岩郷監督は、 今回選ばれた選手たちの話をぜひさせていただきたいと落選の理由を語らず、負傷やコンディション不良の影響かという問いにも、選ばれていない選手に対してのコメントは避けたい。ただ、彼のコンディションに問題があるという理由ではない。そのことだけは伝えさせていただきたいと答えるにとどまった。その後、山本雅さにナショナルチームダイレクター、ND が、 遺跡の可能性があります。その中で先ほど申し上げた五輪の期間に我々が招集できる確約が取れなかった。そこが一番の要因です、と説明。今回にも欧州遺跡をする可能性のある松木が五輪期間中にフルで参戦できない可能性があることが最大の要因だったと明言している。とすれば、松木自身も すでにパリ五輪の出場が困難なことは把握していたのだろう。6月30日の J1 リーグ第21節アビスパ福岡戦後、0から1のミックスゾーンで、松木は五輪前最後の試合だったが、自分で決められるわけじゃないんで、しっかり待って、選ばれるか、選ばれないか、待ちたいなと思います、と淡々と話していた。 日本人の欧州遺跡が当たり前ではなかった頃であれば、五輪出場は選手にとっても非難だったはず。だが、時代は変わった。欧州で日本人選手が当たり前のように活躍している今、五輪出場はキャリアで何としても達成したいこと、というよりも通過点であり、欧州遺跡をしてステップアップし、フル代表に入ることの方がプライオリティは高いはずだ。 U23 アジアカップでは副キャプテンを務めた松木にとっても、この遺跡市場で次のクラブと契約を結ぶために大会途中に離脱してチームに迷惑をかける可能性がある中、五輪に参加することになるのは不本意な点もあっただろう。U23 アジアカップが終わってから、松木は五輪出場権獲得を喜びつつも、目に見える結果を残していきたい。 と、よりゴールに絡める選手になることを宣言していた。チームに復帰した13節歌詞はレイソル戦、3から3、では有限実行のスーパーボレーを決めている。ここからゴールは上げられず、直近の福岡戦後には、もちろん毎試合得点を狙っていますし、自分以外の選手も特に攻撃陣はあまり最近、点数を取れていない。ディフェンスラインの選手が取ったりしているので、 自分も含めて練習から集中したい、と、引き続き、得点に絡める選手になっていく決意を述べていた。パリ五輪に出場できない悔しさはあるだろうが、それを理由に松木が選手としてのステップアップを止めることはないはずだ。